七ボタ。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子供たちや将来役立つかもしれない七ボタの情報を紹介しちゃう番組です。こんばんは、財前真由美です。もうすぐお正月ということで、大分県五穀神社にやってきました。今から巨大な浜屋と熊手が奉納されるそうなんです。早速行ってみましょう。お正月に向けて縁起物の飾り付けを行っている五穀神社、その縁起物がなんて言ったって大きいらしいぞ。今回はお正月飾りが奉納されている様子をご覧あれ。今ですね、大きな熊手をクレーンを使って立ち上げようとしてますね。わ、いよいよ奉納です。ご覧ください、少しずつ少しずつ熊手が起き上がってきました。こちらの大熊手、あまりにも大きいのでクレーンを使って土台に立ててるんだ。すごいね。よいしょ。さあ、ぴったり合うのでしょうか。お見事、今無事に巨大熊手が奉納されました。いやー、思ってたよりかなりの全長ですね。続いて全長 18.8 メートルの大浜屋でかいな。こちらもクレーンで吊り上げて慎重に設置。職人さんたちはかっこいいね。先ほどと同じように台座の方へと移動していきます。大浜屋も無事に立ち上がりました。見てください、巨大な飾り付けがずらり、大迫力。さらに神社の入り口には巨大門松でかー。夜になるとこんな風にイルミネーションが輝き、とっても綺麗だな。熊手や浜屋といいますと、はい、縁起物として知られていますが、 それぞれにどんな意味があるのか教えてください。はい、はい、じゃあまずこちら熊手ね。熊手、はい、熊の手で幸せをかき寄せる。へー。浜屋はね、魔を破る矢と書いて浜屋です。つまり悪いやつをやっつける、そういう強い力を持った縁起物がこの浜屋です。大きいですから、その分ご利益もありそうですけどね。大きな縁起物に自分の大きな夢をね、かけてほしいと思います。それではこれからお参りにいらっしゃる皆さんに一言お願いします。はい、皆さん、地元の氏神様にお参りした後はぜひ大分県護国神社で大きな熊手、高い浜屋、大きな夢を叶えに来てください。お待ちしてます。良い年を。皆さんに大きな幸福が訪れますように。どうぞ良いお年をお迎えください。ゼロです。